エリック・エストラーダはアメリカの俳優。ニューヨークのプエルトリコ系アメリカ人の家に生まれる。アメリカ芸術アカデミー卒業後にテレビドラマを中心に活躍し、エアポート75など数々の映画にも出演する。1977年に NBC 系列で放映が開始されたテレビドラマ白バイアロージョンパンチで主役の一人であるパンチ役を演じ、 日本をはじめとする各国でも、そのエキゾチックなルックスと迷路を快活なキャラクターから、アイドル的な人気を得る。また、大人気シリーズとなった、白バイヤロージョンパンチの復刻シリーズにも必ず出演しており、ジョン役のラリー・ウィルコックスが降板した続編の、白バイヤロー・パンチボビーにも出演している。2017年にリブートして映画化された、 チップス白バイアロージョンパンチ再起動には救急隊員として出演している。白バイアロージョンパンチシリーズが1983年に終了した後も数々の映画に出演する。2005年にはエミネムのビデオクリップ Just ルーズ e It にパリス・ヒルトンらと共に亀を出演して話題になった。ありがとうございます。